はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこのお話、センスを高めるテクニック、このお話をしていきますよ。センスは丸々に出る、そういうことを言いますけど、センスはいろんなところに出る。今日はミニマリストからセンスを高めるテクニックをお話ししていきます。参考になることがあります。最後までよろしくお願いします。それでは早速始めていきます。レッツー、これセンスないよね、これセンスないよね。どうぞ早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。センスを高めるテクニック、まずセンスが出てしまうところの代表格として、髪の毛、髪型、髪色、ヘアアレンジ、ヘアアクセ、美容師の僕からも言いたいんですけど、おしゃれ坊主じゃない、ただの坊主、反省坊主にしたらおしゃれ度はかなり落ちると思います。髪型、髪色には本当にセンスが出ます。髪の毛におしゃれさを求めましょう。どんな髪型が素敵かわかりません。そういう時は美容師さんに相談してくれればいいよ。あとネットに情報は溢れているじゃない。何十年わからないままでいるの、学んでから言いなさい。何がいいとかっていうのはあなたの好き嫌いがありますので、それは自由として、本当にサイドの髪の毛をただ耳にかけるとか、少し巻いてみる、今日はウエット感を出してみる、だから滝に打たれてみる、修行、仕事上や学校に行っているからなど、髪色が変えられなかったり自由にできない場合もありますけど、それでもやり方はあると思います。でもここで最大の敵、髪の毛に関しては面倒くさがらないこと、毎日セットするのが面倒くさい、そういう方いると思います。でもちょっとのことじゃん、面倒くさがらないで、要領よくやればいいから、家にいる時はいいよ、実験失敗みたいになっててもいいよ。だけど出かける時はきっちりと、好きな人に会う時はなおさら、あの定番の輪ゴムで縛るのか、おしゃれなシュシュで縛るのか、輪ゴムで縛る人いんのけん、普通のピンで止めるのか、おしゃれなピンを買ってくるのか、やることは同じでもつけるもので変わったりもします。面倒くさがらず行きましょう。やりすぎは禁物、バッハみたいにしないでね。はい、次。はい、次、センスを高めるテクニック。次は、動画、ドラマ、映画、バラエティを見よう、です。はい、こちら。作品に触れれば、どんどんセンスを養われていきます。言葉や仕草、自分が持ってる雰囲気などがとても良くなると思います。僕は昔からテレビっ子として、いろいろな作品に触れてきました。見るのが大好きです。その経験が自分のセンスに活かされているなと思ったから、これを取り上げました。センスがいいか悪いかは別として、見るものを触れてきたもので、見た目や言葉のセンスが変わるんです。周りの環境にもよる部分が多いんですよね。ガチガチに親に縛られて、縄でね、やめな、そういう縛りじゃない、全然テレビを見せてもらえてなくて、家で面白い会話もゼロで育てられたら、おもろいこと言えまっか、何が面白いのかすらわからない。言葉のセンス、見た目のセンス、内から出るセンス、環境はしょうがないですが、変化させることができるのは耳からの情報、目からの情報、いろいろな作品に触れることです。何を見て聞いてどういう時間を過ごすかで決まります。変えていくことができます。僕のおすすめはドキュメンタリー。その人の人生が凝縮されていて、何年も何年も大変だったのに、一気見して共感することができます。生き方を学ぶことができます。生き方のセンスが学べちゃう。バラエティでクスッと笑える言い回しのセンスを学んだり、言葉のチョイスを学んだり、ドラマや映画にはそういうものが散りばめられています。アートなんかもいいと思います。ぜひいろいろなものに触れてセンスを学びましょう。ほーい、次。はい、次、センスを高めるテクニック。次は服装。服装にもセンスが出るので、高めるには絶好のポイントです。身なりを整えるだけで、服装を変えるだけでセンスが高まります。まず最初に言いたいのは、私服のセンスがないから。先ほども言いましたけど、諦めてるから育たないあなたのセンス。何十年服を選ぶセンスないって言ってんの。そうやって諦めて、あなたが親に諦められたらどうします。お前は何もできないから黙ってろ、押し入れに入って寝てろ。ドラえもんけん、うーふーふー、大山信夫さん、私のこと諦めないでってなりますよね。服のセンスだってあなたに諦められて絶望してますよ。どうほうほう、信夫さん、コーディネートの情報はネットに溢れています。センスを高めるチャンスなんてたくさんある。センスは育てられるから。コーディネートの情報はネットに溢れています。見るだけ、見てたらおすすめにバンバン表示されるから、うざいほどに。どうほうほう、信夫さん、フォローして毎日何気なく見るだけでスピードラーリン。センスは育つ、育つはセンス。なんですね、すいません。勉強したら服のセンスは育ってくるから。内から出てくるもんとかじゃないから。それもあるけどさ。あとおすすめはファッションアイテムを絞る、服を絞る、靴を絞る。物理的に絞らないで、ギューッと絞り出すとかそういう意味じゃない。レモンじゃないんだからさ。どういうこと、すいません。
いろいろ持つからセンスは荒れる。ミニマリスト的に言わせれば、かけられた服を見た時、昔のセンスで買ったものは手放してセンスのいいものに絞ったら、おしゃれなものしかないね。いつもおしゃれなものばっかり着てるよね。うーふーふー、大山信夫さん、着ていないものなどいろいろ持っていたら、あなたの服、あ、そっか。そうかってなんだ。すいません。絞った方が整えやすいよ。ファッションは減点方式なの。いろいろ持ってたら減点されちゃうよ。絞ろうよ。ギューってさ、何か出るかもしれない。だからレモンくん、とにかく減点方式なの。あ、顔かわいい。え、服装もかわいい。え、性格もいい。だけどその帽子何？その帽子何なの？その帽子何なの？取ったら、まあ可愛い。限定方式なの。自信がないならシンプル。センスはファッションにも出る。ファッションを変えるだけでセンスが高まります。はーい、次。はい、次。センスを高めるテクニック。センスは持ち物にも出ます。当たり前だよね。持っているものにも出ちゃう。持っているものによってセンスってのは見えてくるものです。まあ住んでいる場所とかもそうですけど、普段から何気なく選んでいるかもしれませんが、しっかりこだわればセンスが高められます。絞っていいものしか持たない。また減点方式。自信がないよという方は王道を行く。木を照ら、結局変なものを選んでしまうぐらいだったら王道を行った方がいい。センスがあっても王道行くんだから。じゃあパソコンだって MacBook の方がおしゃれっぽいでしょ。 Google Chromebook とかの方がおしゃれでしょ。 iPad でタッチペンでなんかやってたらおしゃれでしょ。王道は裏切りません。あとは写真を撮ったり動画を撮ったり、そういう作品撮りじゃないですけど、何気なく撮る写真、その一枚一枚にもセンスが出ます。なんだって練習。写真を人生で5枚しか撮ったことない人より、何兆枚も撮っている人の方がそりゃうまいに決まってるでしょう。何兆って多すぎん。何兆枚撮ってて下手だったらビビるよ。センスって磨かれるものでもあるから、考えながら写真を撮ったり動画を撮ったりすることもセンスを高めていく方法なの。インスタグラムでおしゃれな投稿をしている人の最初の方の投稿を見てみてよ。みんな試行錯誤して成長してきたんだよ。とんでもなくセンスのある方はもうその昔の投稿は消してるけどね。とはは、笑い方のセンスないぞ。とはは、ジーンズがねえよ。諦めないで。どうも、ミキマヤです。マヤミキだな。マヤミキさん、すいません。最後に言いたいこと、今日言ったことは全部掛け算。センスがどうしても見えやすいところを注意して高めていけば、全部が掛け算掛け算で自分のセンスが高まっていきます。発言や見た目が変わってきます。一緒に頑張りましょう。あ、わかりましたか。反応ゼロ、ドフンド、オチのセンスゼロ。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日はセンスを高めるテクニック、センスは紙に出る、めんどくさがらずに整えましょう。アイテムも重要です。いろいろな作品に触れることでセンスは高まります。話し方、言葉、そういうところのセンスも重要です。センスはファッションに出る。何でもかんでも持って着飾ってセンスが荒れていませんか。少なく絞るだけでもセンスは高められます。センスは持ち物に出る。シンプルだってとってもセンスがあると思います。写真を撮ったり残すこと、センスは育てていくものです。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよと少しでも思ってくれたら、グッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねる、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。ダフンだ。